ウクライナ内のドンバスの一マスメディアによるドンバスの現代的定義。一部スロボダウクライナの領域と重複しているドンバスはウクライナの東南部に位置する地方である。ドネツ盆地という地名は盆地を貫流するドネツ川に由来し、それを表す現地語から生まれた混成語がドンバスである。ドンバス地域の範囲の定義とされる諸説がありながら、公式に法で定めたことは一度もない。 今日用いられる最も一般的な定義は、ウクライナのドネツック州とルハンシク州を指すものである。他方、19世紀後半より続く最短において、ドンバスタンデンを指す場合、上記2州の複数の地域を含めない代わりに、近隣のドニプロペトローシク州と、南ロシアの一部を範囲に含める。同盟のユーロリージョンは、ウクライナのドネツク、 ルハンシク州とロシアのロストフ州から構成される。ドンバスはザッポロズカシーチとドンコサックホストとの歴史的な境界線を成してきた。重工業化した19世紀後半以降、ドンバスは重要な最短地域であり続けた。2014年3月ウクライナ革命に引き続いて、ドンバスの大きな領域が反乱によって支配されるに至った。この反乱は後に、 ドネツク人民共和国及びルガンスク人民共和国と連携したシンド派分離主義者と革命後のウクライナ政府との間の戦争へと発展した。戦争が進行するまでドンバスは首都キエフを除けばウクライナの地域の中で最も人口が密集していた。内戦前ドネツイク市がドンバスの非公式な首都であると考えられていた。大都市にはルハーンシク、マリウポリ、 マキーフカ、ホルリウカ、クラマトルスク、スラブヤンスク、アルチェブスク、シェベロドネツクとリシチャンスクが含まれていた。現在ウクライナ側のドネツク州の暫定行政機関はクラマトルスクにルハンシク州のそれはシェベロドネツクに置かれている。分離主義者側ではドネツク人民共和国ではドネツク、マキーフカ、ホルリウカがルガンスク人民共和国ではルハンシク、 アルチェブスクが最大級の都市である。石炭を拾い集める貧民、ニコライカサトキンによるドンバス、1894現在ドンバスとして知られる地域は17世紀後半、ドンコサックが定住するまで無人の土地が広がっていた。最初の町は空の糸と呼ばれ新たに発見された岩塩鉱脈の開発を目指して1676年に建設された。一帯は ドンバスと呼ばれるずっと以前から、ウクライナ語で、荒野と通称され、広く、ウクライナ人のヘイチマン国家とトルコ人の、クリミア半国の支配下に置かれた期間を経て、18世紀の半ばに、ロシア帝国が征服、併合すると新ロシアと名付ける。産業革命が、ヨーロッパ中に定着するに伴い、19世紀、中盤から後半にかけて、地域で資源開発が、 相次ぐすでに1721年に発見されていた石炭の埋蔵量の膨大さが知られるようになった。ドンバスという地名は石炭埋蔵量最大の土熱川沿いの地域を表す用語とみなされ、土熱丹田の派生後扱いし始めるのはこの頃からである。石炭産業はその流星を大きくロシア人住民に担わせたこともあり、ロシア人人口は エカテリノスラフ県のベクメット、スロービアンサービエス系を呼び、マリウポリ諸軍で、他の地域よりも、顕著に増加した。今日、地域のようとなったドネツクは1869年に、イギリスの実業家、ジョン・ヒューズが投資する以前、ウクライナコサックに連なるザポリージャコサックが暮らす町で、オーレクサンドライブカと呼ばれた。ヒューズは、製鉄所を建設。 複数の炭鉱を開発し、その名前を取って町はユゾフカと解消される。炭鉱経機に湧く他の町も発展し、ロシア帝国のグベールニアから出稼ぎ先を求めて大勢の大作実りが集まった。1897年のロシア帝国の国勢調査によれば、地域人口の52.4%がウクライナ人であり、28.7%がロシア人だった。 ドンバス地域には、ギリシア人、ドイツ人、ユダヤ人あるいはタタール人も住み、とりわけマリウッポリ地区では重要な存在だった。それにもかかわらず、産業労働力の多くを担い続けたのは、ロシア人である。ウクライナ人は、周辺地域に住み、都市部では、地域の重工業に職を求めてやってきた、ロシア人しか居住しない状況がしばしば見られるようになる。出稼ぎに来た。 ウクライナ人は都市に流入すると、たちまち、ロシア語話者の労働者階級に吸収されてしまった。ドンバスは、ロシアの心臓部と歌う、ポスター1917から1922年の、ロシア内戦の結果、ウクライナソビエット社会主義共和国が誕生すると、ウクライナ人が居住した、他の地域と共にドンバスは統合された。一帯に暮らしたコサックのうちウクライナ語話者は、 1919年から1921年にかけて脱コサック化を強制された。ドンバスに暮らしたウクライナ人は、ホロドモール基金のほか、ヨシフ・スターリンのロシア化政策に大きく影響される。ウクライナ人のほとんどが農村の生じ主農民に過ぎず、食糧難の深刻な被害を受けてしまう。在英ウクライナ人協会によれば、 基金により現在のルハーン宿ク州の人口は25%まで減少し、現在のドネツィク州では15から20%にまで減少した。ある推定によればウクライナ社会主義共和国内の基金によって発生した死者のうちウクライナ人が81.3%であったのに対し、ロシア人の死者はわず4.5%にとどまるという、ドンバスにおける 第二次世界大戦の戦災は甚大である。戦前のドンバスは貧困と食料を不足に苦しめられた。戦争への備えにより、結果として工場労働者の出勤日が増えノルマが釣り上がり、達成できないものは逮捕された。第三帝国の指導者、アドルフ・ヒトラーは、ドンバスの資源がバルバロッサ作戦にとって決定的に重要と見ていた。 このようにして1941年から1942年に至るナチ占領下でドンバスは苦しむことになる。ドイツの工場で働かせるために強制的に輸出された工場労働者は数千人にも及ぶ。旧正スターリノ州、現在のドネツィク州では占領期に27万9千人の市民が殺された。旧正ボロシーロフ州。 ゲンルハーン宿ク州で殺された住民は45,649人で、ある。1943年の赤軍による攻勢により、結果として、ソビエトのドンバス支配が回復した。戦争の代償は高く、破壊され人が住まない地域が残された。第二次世界大戦後のドンバスの再建期間中、多数のロシア人労働者がやってきて、人口比率はさらに変動する。 ロシア人居住者は1926年の63万9000人から1959年にはほぼ4倍の255万人に伸びた。ロシア化はソビエトの教育改革によっても推し進められ、ドンバスにおける学校教育からウクライナ語をほぼ消し去るものであった。1989年ソ連国勢調査では、 ドンバスの人口に占めるロシア人の比率を45%と報告した。ルハーンシクにあるドンコサックのモニュメント。名に栄光と自由の息子たちへとある。ウクライナ独立に関する1991年国民投票では、有権者のうちドネツィク州で83.9%、ルハーンシク州で83.6%がソビエト連邦からの独立を支持した。 しかしながら独立は結果的にドンバスに深刻な経済的悪化をもたらした。1993年には産業生産は崩壊し、平均賃金は1990年比80%にまで低下した。キーユの新中央政府が犯した数多くの管理ミスと怠惰のせいでドンバスは危機に陥った。ドンバスの最短業者は1993年に 国内紛争を巻き起こしながらストライキを行った。あるストライキ指導者が言ったように、ドンバスの人たちは地域や企業や諸都市に権限移譲してほしいから独立に賛成したのであってただモスクワからキーウに移っただけの高度に中央集権化された政府を望んだわけではない。このストライキはドネツィクルハーンシク領州の様々な憲法上の 諸問題に関する意見聴取の住民投票が行われた1994年まで続いた。これらの諸問題にはロシア語をウクライナの公用語として採用する是非、あるいはドネツクルハンシク領州の行政言語で、ロシア語とする是非、ウクライナの連邦化か、ウクライナと独立国家共同体の密接な連携か、といった書店が含まれる。 投票者の90%近くがこれらの提案に賛成した。しかし、いずれも採択されなかった。ウクライナは単一国家に泊まり、ウクライナ語は唯一の公用語として維持され、ドンバスにはいかなる自治権も与えられなかった。しかし、ドンバスのスト参加者たちは、地域の経済危機に対する緩和策を考慮されるなど、キーユから多くの経済的情報を得た。 小規模なストライキは90年代を通じて続いたが、実地に対する要求は収束していった。ドンバスの重工業に対するいくつかの補助金は廃止され、世界銀行による自由化改革を後押しするために多くの炭鉱がウクライナ政府によって閉鎖された。1994年ドンバスと東ウクライナの他の地域からの支持で当選した。 レオニード・クチマウクライナ大統領は1999年に再選された。クチマは地域内の政治的支援を得るために開発資金を用いてドンバスに経済的援助を与えた。2000年代初めにドンバス内の権力はオリガークスと呼ばれる一部の政治的エリートに集中した。国有産業の私有化は腐敗の蔓延を招いた。郷土視野のクロブ ヒロアキ・ヒロアキ・クロミは地域の経済力、政治力を支配する人々のグループである、このエリートをドンバスクランとして描写した。クランの著名なメンバーには、ビクトル・ヤヌコービチとリナット・アクメトフが含まれる。オリガークスの形成は腐敗と結びつき、ウクライナ内でドンバスが最も非民主的かつ最も邪悪な地域との認識を導いた。2000年代。 ウクライナの他の地域から見て、ドンバスは、チンピラ文化を持ち、ソビエトの、クソためであり、後進的である、と認識されていた。2005年のナロデネスローボ新聞が伝えるように、コメンテーターのビクトール・トカチェンコは、ドンバスを、第5列の創屈と呼び、その地域でウクライナ語を話すことは、健康と生命にとって安全ではないと発言した。また、 親やロシア派分離主義の削減地であるように描かれた。ドンバスは、ウクライナの他の地域と比べて、共産主義者の名前をとって名付けられた都市や村の数が、顕著に多い。ところが、これらの描写にもかかわらず、1990年代から2000年代に、行われた調査では、ドンバスによるウクライナの他地域への支援は強力であり、むしろ分離主義者を冷淡に取り扱ったことが示された。 ドンバスに展開したウクライナ軍、2015年3月2014年2月の、ウクライナ革命とユーロマイダン運動の余波の一部として、3月、初頭からドンバスで、親、ロシア、反政府グループのデモが起きた。これらのデモは2014年4月、分離主義武装勢力と、ウクライナ政府の戦争にエスカレートした。内戦の最中、分離独立派の、 共和国は2014年5月11日にドネツィクとルハーンシク領州の地位に関する住民投票を実施した。この住民投票はウクライナ中央政府を排除した自治を望ましいとする結果に回帰した。幾度も停戦が試みられたが2014年を通してそして2015年になっても戦闘は続いた。ロシアは否定したがウクライナと西側諸国はロシアが 分離独立派に物資支援と軍事支援の双方を供与したと主張している。分離独立派は2014年8月まで大部分がロシア市民により先導されていた。ウクライナ地図、ネイティブなロシア語ア者が多数を占める地域を赤で示す。現在、ドンバスの大部分をロシア語使用地域が占める。ドンバスにロシア人少数派の要人が暮らすものの、人口の多数はウクライナ人である。 2013年から2014年のウクライナ危機以前、地域の政治は、地域党によって支配されていた。前大統領、ビクトル・ヤヌコービチをはじめ、党の主要人物は、ドンバス出身だった。ドネツック州のロシア化、上のグラフは長期に見た和社の比率、下のグラフは、住民の国籍の変遷を示す。ロシア語、ロシア人、ウクライナ語、ウクライナ人、その他。 ロシア起源の住民たちは、主に大都市の中心部に集中していた。大都市とりわけドネツク、ルハーンシク領州においては、母語としてロシア語が優勢である。ロシア語を共通語として話す、ウクライナ人は多い。産業家の家庭でこの地域に、新たな都市が次々と開かれると、多くのロシア人が流入し、東ウクライナの諸都市でロシア語が重要になる。 農村地帯へのロシア語の拡大は研究のテーマとして今も論争が続くが、これら2州では一般的にそれを裏付ける調査結果は出ていない。ユダヤ人は第二次世界大戦のドイツ占領期に逃亡しない限りほぼ一掃された。ロシア語が母語だと申告する人々にはウクライナ人と他国人がいるため、ロシア語話者は国籍上のロシア人の人口を上回り、 ドネツィク州で74.9%、ルハーンシク州で68.8%を占めた。2001年時点で少数派ロシア人の割合は、ドネツィク38.2%、ルハーンシク39%だった。ドンバスには比較的大きなムスリムのコミュニティがあり、いくつかの地域では人口の20%に達する。言語学者ジョージ・シェバローブによると、 ソビエト連邦政府はウクライナ社会主義共和国内のすべての学校にウクライナ語で授業を行うように命じたというが、1920年代初頭ウクライナ語を教える中学校の割合はドンバスのウクライナ人の割合を下回った。ウクライナで行われた地域的貴族意識の調査によれば、ドンバス住民のほぼ40%がソビエト貴族を意識すると回答している。 ソダートーンユニバーシティのロマンホーバイクは不完全かつ廃れた制度により20世紀に栄えた鉱山や工場がウクライナ人とロシア人の居住区の境界にあったためドンバス住民すなわち周辺から流入したはずの出稼ぎ農民は地域社会に溶け込むことができず現代的郊外としての性格が顕著に強まる妨げになったと主張するドンバスの経済は重工業と 金属工業、とりわけ最短と夜勤が優勢だった。1970年代以降、石炭の年間採掘量は減少したものの重要な産出地として生き延びる。最短は地下深くに達し、滑炭は地表下およそ600メートル、より商品価値の高い無塩炭。歴生炭の最短値は地下およそ1800メートルで行われる。2014年4月のドンバス内戦前。 ドネツィクとルハーンシク領州合わせて、ウクライナの石炭輸出口の30%を算出していた。ドンバスの炭鉱は、最短地点の震度化、メタンや、単人の爆発事故の頻発あるいは岩盤崩落の、危険、さらに時代遅れのインフラにより、世界で最も危険な部類に入る。2000年代後半には、非合法でさらに危険な炭鉱すら、全域に蔓延していた。 ドネツクのカルミイウス川沿いのボタヤマドンバスへの最短と精錬の集中は地域の環境に深刻なダメージをもたらし次の問題は広く知られている。加えてドンバスの化学廃棄物処理施設の管理不全から環境汚染の脅威が続く。イエネキーエベではソビエト時代に1979プロジェクトと銘打った実験をしており、 極めて得意な核採掘の悪影響が懸念される。2015年11月にドネツク、ルハーン宿ク州のレーティンググループウクライナによって行われた調査では住民の75%がドンバス全体がウクライナに止まることを望んでいることが判明した。7%はロシアへの併合を1%はドンバスが独立国になることを3%は親。 ロシア派テロリストが出ていき、ドンバスはウクライナに泊まることを選択した。ロシア語を話す住民に圧力、または脅威下にあるかを尋ねた調査では、82%は、いいえ、11%は、はいだった。ウクライナのロシア語話者を保護するために、ロシアが派兵することを指示するかを尋ねた調査では、71%が、いいえ、2%は、ある程度は、7%は、 その他だった。50%はウクライナは単一国家を維持することを望み、14%は連邦制国家を、13%はクリミアを除いた単一国家を、7%は複数の国家に分割することを望んでいた。いずれかを選択するよう尋ねたところ、33%はユーラシア関税同盟を21%は EU を先行した。発行年順。 ありがとうございます。